ちょこんにちは。さて、はい、キャンプで何をやったらいいか。あ、第2弾。何が課題なのか。はい。パ・リーグやってなかったよね。そうです。セ・リーグはね、全球団やったんですけども、はい、まずはソフトバンク、うん、はい。まあ投手陣はすごいよな。すごいだろ。いや、もう何も言うことないんじゃないですか。千賀、うん、石川、和田、東山、はい、まあ左に大竹っていう、はい、ね、早稲田から入った、うん、まあ昨年投げるチャンスがなかったんだけど、投げさせたらポンポンと勝つというね、はい、まあ誰が出てきてもここら辺は素晴らしいし、はい、まあ安定感があるよね、うん、で中継ぎ陣もモイネロだとか、はい、そうですね、バリエーションがねものすごく豊富なんだよ、はい、まあ高橋礼であったり加山であったり、うん、まあ抑えの森、はい、岩崎、武田、はい、ね、こういう投手、まあ若手では坂東というのがいて、うん、だからまあ誰かしら出てくるから心配はないんだよね、はい、でムーアが抜けた、はい、ね、その代わりにコリン・レイ投手、はい、まあ新しい外国人だけど、はい、この選手はいいわ。お、うん、見ましたか。見た、うん、あのねフォームが綺麗だわ。へ、でいいピッチャーの特徴ってフォームが綺麗なピッチャーがやっぱ安定してるんだよ、うん、でこの選手のね、はい、特徴はねフォームのバランスがいいこととコントロールがいい、うん、で外スラインスラって使えるんだよ。多彩ですね。あ、だから外国人では珍しくそういう組み立てをしてくるピッチャーなんだよ、はい、だからそれだけ器用だということなんだよね。え、メジャーとか 3A とかだったんですか。まあまあメジャーも経験あるけどね。 あるんですね、うん、いやだからこういうピッチャーがまた1枚加わった、ムーアが抜けてどうかなと思ったんだけど、やっぱいいの取ってくるわ。ソフトバンクの、ね、スカウト陣すごいですね。いやいやすごいんだよ。だから投手陣はそんなに心配はないかな、はい、うん、あとは怪我だよね。あ、そうですね、ちょっとね、はい、で野手陣、はい、で柳田が目立ってるでしょ。そうですね、ギターでね、調べをすると、はい、まあ中村晃が、まあ、勝負強かったり栗原が勝負強かったりするけども、はい、そこまで打率は高くない、うん、一番やっぱこのキャンプの課題とすれば今宮の怪我が治ってるかどうかだよね。どうなんですよね、そのあたりって。うん、まあ大丈夫だと思う。開幕は間に合うと思うけど、はい、まあまあ間に合うというかキャンプもやってるからね、はい、ただこれなんで今宮かというとさ、やっぱシュートを育てたいでしょセカンドで、はい、そしたらやっぱうまいショートと組ませたいんだよね、うん、若手同士だとさ、はい、やっぱお互いが不安で守ってるわけよ昨年でも、うん、だからその中でもよくやったけどね、はい、よくやったけどやっぱシュートを育てるのに今宮の力っていうのは絶対いるんだ、うん、でチームにとっても今宮がショートに入る入らないっていうのはものすごくでかいんだよね、うん、安定するためにはね、守備という意味でね、はい、だからそういうものを順調に開幕に向かわせられるかどうか、うん、あとは今宮が43試合しか出てないからね、これがフルイニングフル出場してほしいんだけど、はい、やっぱあの小さな体であれだけのこうパフォーマンスを見せるとなかなかこう1シーズン持つっていうことは難しい、はい、そしたら誰かそこにね数試合でも何試合でも入れる人間を作っておくということ、はい、まあ昨年も経験させたからさ、そうですね、まあそこら辺の選手はたくさんいるとは思うけどね、はい、でも今宮の復活が待たれるということね、はい、うん、でやっぱ甲斐の存在が大きいということ、はい、で甲斐、まあ課題が何かっていうよりも、うん、他のチームがソフトバンクを崩すにはやっぱ買い崩しをしなきゃいけないということだよね。それは足でもそうですし、その海がいないと走れるんだよ。でも海がいるからストップさせるんだよ、はい、だから海の存在が大きいということ、はい、だから海を怪我させちゃいけないということ、まあ、ソフトバンクはね、そうですね。で、まあ、シュートの足も安定してでかいな、うん、やっぱシュートが一番に収まるとやっぱ相手にとって脅威だよ。そうですよね。だから、まあ、防御率が 2.92、はい、チーム防御率が、まあ、1位なんだけど当然、うん、2.92 だよ。すごい。で打率が2割4分9厘、これ意外と低いんだけど、まあ、3位なんだよね、はい、まあ、盗塁が99と、はい、でまあ数字を見るとやっぱバランスがいいわ、うんうん、
ただフォアボールがちょっと少ないんだけどね、はい、フォアボールは少ないんだけど、まあ、出塁率という意味では少ないんだけど、なんかこう少ないチャンスをものにしていくという、はい、やっぱ勝負強さが備わってるという、だから柳田、中村晃、栗原っていうところがやっぱ勝負強さを発揮するよね、そこら辺でね。そうですよね、うん、だからあとその松田選手がだんだんこうね年齢的にも上になってきてるので、ああいいとこ来たね、はい、それで昨年ファームでやっぱりリチャードという選手、はい、まあ昨年は育成から昨年支配下になったんだけど、まあなかなか上で活躍することができなかったけどね、まあ、あの松田の代わりにリチャードっていうこともあり得るよね、まあ、そこら辺の見極め、はい、まあ、そういうものをキャンプでやればまた強力な打線になってくる。まだリチャードも半端なく飛ぶからボール、すごいですね。ソフトバンクは本当に持ってますね。いやもう湧いて出てくる温泉ですか。温泉だよ、もういいですね、かけ流しだから、源泉かけ流し、源泉かけ流し、羨ましいですね、うん、だからまあそんなに課題はないんだけど、やっぱり毎年怪我で苦しむ時期があるよね、はい、みんなあもう離脱したとかさ、うん、だからその怪我をしない体作り、まあ、そういうものができればシーズン戦っていける、はい、まあ、スタミナあるだけにね、はい、あの精神的なスタミナだとか、うん、まあ、経験値があるからさ、まあ、それが大きいよね、はいはい、で本当だったこれ、2位のロッテが来るんだけど、はい、今日はね、うん、1位と6位を組ます。なぜかね、なぜかね、あ、分かりました。なぜか理由は言わない、分かりました、なんとなく皆さん知ってるでしょうね。オリックス、オリックスがその最下位っていうのがちょっと信じられないんですけどね、本来は、うん、まあ大した補強がないんだよ、帰ってくるじゃないですか、まあ、ロメロね、ロメロね、帰ってくる、いや帰ってきたら活躍すると思うよ、ロメロはね、はい、ある程度ね、まあ投手陣からいくと山本、山岡、田島、増井、宮城、うん、宮城っていうのはこれは若いの、はい、で山崎幸也と、はい、まあ結構ねいい投手は多い、そうですよ、その山岡選投手が、うん、昨シーズン、うん、すぐに怪我しちゃった、そうなんだな、ね、それも大きいんだよね、はい、でもまあ山本もやっぱ貯金という意味ではボールの迫力から考えるとね、まあ、そんなに貯金を作れてないわけよ、ね、はい、で防御率も2点台とかさ、はい、そう言ってても打ってくれないから、そうですね、うん、打ってくれないから困る。で田島もそうなんだよ、田島もいいピッチングしてるんだけど点取ってくれない、エラーをする、打たれるっていう、で負けがつくという、うん、で悪循環がこうやっぱこうあるんだよね、はい、で中継ぎ陣は外国人にもう頼るしかないよね、はい、であそこもね結構いいピッチャーいるから、うん、だからそんなには困らないと思うんだけど、うん、はい、まあ、外国人主体の中継ぎ陣で、まあ、抑えに誰を持ってくるかというね、はい、まあ、そこが一つのテーマなんだよね。じゃあ投手陣はそんなに豊さん、うん、このキャンプでは特に投手陣はさ、山本、山岡、田島、はい、まあ、麻酔も昨年先発に帰ってきて、はい、まあまあ安定してたよね、うん、だからそこそこ勝てる、うん、で宮城という若い子、今年2年目の選手なんだけど、まあいい度胸もしてるし、コントロールもいいしね、うん、だから面白いと思う、うん、ただ問題は野手陣なんだよ。そうですね。でね、吉田正尚と T 岡田だけ、はい、規定打席に達したのが、はい、内野手で規定打席に達したのが一人もいないんだよ。途中で監督が変わってまあそれもあるかも、変わっちゃった、ね、でもやっぱ結局レギュラーがいないっていうことなんだよ。吉田正尚と T 岡田、はい、レフトとライト、はい、ここはいいとしても、うん、だけどレギュラーがいない、うん、でレギュラーをやっぱこのキャンプで誰にするかっていうのを見極めて、もう根気よく使っていって教え込んでいく、はい、まあでもいい若手いるんだよ、はい、紅林、はい、太田、うん、去年感動したな、バッピーのそうバッティングピッチャーの、ね、息子、はいはい、ね、ホームラン打った親父が投げてね、うん、息子が打つ練習もおそらくたくさんしたと思うよ、はい、その中で親父へのね感謝の気持ちのホームランという太田 ね、はい、で押した、はい、これはねまたムードメーカーね、うん、これはなんかチームを引っ張れるようなムードメーカーだ、はい、だからこういう3人若手の、うん、これがもうねレギュラーでこう活躍していけると、は
まあ、将来的には強くなるチームになると思う。なるほど。だからそのレギュラーがやっぱりその吉田選手と T 岡田選手しかいないっていう、そこがこのキャンプであとどうパズルがはまっていくかですよね。まあ福田とか足立とかいるけど、はい、規定打席に達してないんだったら若手の方がいいんじゃないかって思うんだよね、うんうん、だからもうそこら辺をもうガラッと変えちゃって、はい、まあ例えば3年後に優勝を目指すとかさ、うん、もう変えちゃってもいいと思うんだよね。あ、だからその目先ではなくて、うん、その3年後を見据えたこうレギュラー陣を整えていくってことですか、ね、うん、だから中島でもさ、はい、やっぱ監督昨年からやり始めてね、はい、結果を求められるときついと思うんだよ、うん、でも成果を求められないとさ、はい、だから誰が育ったっていうのをね、うん、だからそういう評価にちょっと変えて、はい、で3年後に今年勝負だよっていうふうに告げれば、うん、まあ、その年は勝負しに行くというね、うん、まあ、そのぐらいのことがやっぱ必要かなと思うよね。まずはそうですね、整備っていうところからですもんね。うん、だから吉田正尚がいる間にやっぱ強いチームを作ってね、やっぱ軸はいるわけだから。いる間にって言うとどっかいなくなっちゃいそうな響きが。いやいや、まあ引退とかさ。ちょっと待ってください。いやいや、そりゃね、優勝できないとかなかなか優勝できないから。ああ出ていっちゃう可能性もゼロではないですもんね。まあ可能性はあるよね。そうですもんね。うん、だから防御率がね、うん、はい、3.97、はい、まあ、3位なんだ、うん、パ・リーグで、まあ、悪くないよね、3点台、まあ、3点台の後半だからな、はい、ちょっと苦しいかなとは思うけど、まあ、バッティングの方は2割4分7厘で4位、はい、ね、でフォアボールが410なんだよ、はい、でロッテが一番多いロッテが549、うん、はい、100以上違う。そうですよね、130ぐらい違う。結構違いますね。いや、これは出塁率という意味では、うん、やっぱあの少なすぎる、はい、だからそこら辺のこう高めていかなきゃいけない、うん、やっぱフォアボールを選択する、出塁率という意識もさせなきゃいけないし、はい、得点が442、はい、ね、ソフトバンクが531、100、まあ、約100点違うんだよ、はい、だからここら辺もやっぱ野手陣頑張ってあげないと、やっぱせっかくいいピッチャーがいるのに出ていっちゃうよって。いや、打てるところに出ていくよね。そう、やっぱ山本投手だったり山岡。いや、そうだよね。そうですよね、うん、だからやっぱこうフォアボールと得点、はい、これはね関連性があるんだよね。やっぱそれだけ塁に出てるとあの点が入るっていう確率が上がるっていうことでしょ、うん、はい、だからフォアボールを取ることね、得点を上げること、うん、でロッテが2位になったのはやっぱフォアボールで支えられたっていうところがあるんだよ、うん、だから他球団を真似するわけじゃないけども、ボールは徹底して打たないとかさ、はい、もう野手にもう本当に徹底させてほしいよね。そうですね、うん、あの伸び伸び打つっていうことも大切なことなんだよ、うん、だけど本当に強いチームを作るっていうことはそういうチームでの決め事だとか規律が大切だということだよ、うん、だからそこら辺をみんなで一生懸命やろうとする、それがチームワークだからさ、はい、だからそこを目指してほしいなと思う。そしたら強く絶対なるから、いい選手はたくさんいる。そうです ね、はい、そして、はい、AJ です。昨年ね AJ なんかもうコロナのコロナにカッコつけて来ないんじゃないかなっていう、はい、まさかの入れないとこ行って。で AJ もさ、はい、まあ、確かに、はい、その精神的な支柱になってんのかどうかっていうのは、はい、やっぱチームの中に入ってみなきゃわからないけどね、うん、だけどやっぱ守備にはもうつけないよね、まあ、DH っていうことですよね、うん、でも日本のレベルが昨年やって分かったとしたら、はい、もう一つ体を作ってくるかなっていうふうには期待してるけどね。向こうで、まあね、うん、あの外国人選手が、ね、軒並み入ってこれないので日本に。そうだね、まあ、多分 AJ 選手も向こうで多分トレーニングはいやしてないとね。いや昨年やっぱりねびっくりしたんだと思うよ、日本のレベルを見てピッチャーとか、まあ、あと守備とか、うん、ただやっぱりあの力はあるしね。そうですよね、まあ、それは、良さっていうのも見せた試合もあるけど、はい、だけどあの体の作りじゃダメだね、作り方じゃ。もっと動けるように、はい、ゴールデングラブ取ったんでしょ向こうで、向こうで、まあ、そのぐらいのやっぱりこう片鱗は見せてくれないとさ。そうです、ね、昨年片鱗すらなかったからね。ちょっとびっくりという、びっくりだよね、はい、そっちの衝撃の方が皆さん大きかったので、ね、今年は本当に
活躍というか、そうだね、してほしいですよね。そうだね、はい、はい、期待してます、はい。